こだま。一。遠く遠く、見ている間に駆け去って小さくなってゆく佐々木小次郎の影を見送って、武蔵は思わずにたりと笑った。たった今、その小次郎が立っていたところに、武蔵は立っているのである。なぜ彼があんなにも探したのに、知れなかったのかを考えてみると、小次郎は居場所を捨てて他を探したが、武蔵は帰ってその小次郎のいたすぐ後ろの木陰に来ていたからであった。しかし、何しろまずこれでよかったと武蔵は思う。他人の死に興味を持ち、他人が鮮血をかけてする少量のやむなき大悲願事を、懐手で、高額のためとかなんとか言って、虫の良い傍観者に回り、その上、双方へ、恩着せがましく、いい子になっていようという、横着者。その手は食わない。武蔵は、おかしくなった。しきりと敵の侮れぬことを告げ、こちらへ対して、助立ちの有無を聞いたのは、そう言ったら武蔵が、膝を屈して武士の情けに一尾の力を貸して賜らぬかとでも言うかと思っていたか知らぬが、武蔵はその言葉にも乗らなかった。生きよう、勝とうと思えば、助立ちも欲しくなるかもしれぬが、武蔵には勝てる気もない。明日の後まで生きようとも思われない。いや、ありのままに言えば、そんな自信は、なかったという方が正しかろう。密かに彼がここへ来るまでの間に探り得たところでも、本業の敵は百数十名にも上るらしく察しられた。あらゆる方法のもとに自分を害さずばやまない状態にあることも頷けたのである。なんで生きる工夫に焦ってみる余地があろう。けれど武蔵は、その中でも、かつて沢庵の言った、真に命を愛する者こそ、真の勇者であるという言葉を、決して暴出してしまっているわけではない。この命。そしてまた、二度と生まれがたいこの人生を、今も、ひしと五体のうちに抱きしめているのであった。だが、命を愛するということは、単に無為法則を守っているということとは、大変に意味が違う。だらだら長生きを考えるということでは、さらさらない。いかにしてこの二度と抱きしめることのできない命との余儀なき別れにも、その命に意義あらしめるか、価値あらしめるか、捨てるまでも、焦然とこの世に意義ある命の攻防を引くか。問題はそこにある。何千年何万年という悠久な日月の流れの中に人間一生の七十年や八十年はまるで一瞬でしかない。たとえ二十歳を入れずに死んでも人類の上に悠久な光を持った命こそ、本当の長命というものであろう。また本当に命を愛したものと言うべきである。人間のすべての事業は創業の時が大事で難しいとされているが、命だけは終わる時、捨てる時が最も難しい。それによってその全生涯が決まるし、また泡沫になるか、永久の攻防になるか、命の長短も決まるからである。けれど、そういう風な命の愛しようも、町人には、おのずから町人の命の持ち方があり、侍には、侍の持ち方がある。武蔵の今の場合には、当然、侍の道に立って、いかによくこの命の捨て際を侍らしくするかにあることは言うまでもない。二。
さて、これから一乗寺やぶの郷下がり松の目的地へ行こうとするならば、武蔵の前には、ここに三つの道筋があった。その一つは、今、佐々木小次郎のかけていった、きらら越え永山道。これは最も近い。そして、一乗寺村までは、道も淡々としていて、まず、本堂と言っていい。少し周りにはなるが、田中の里から曲がって、高野川に沿い、大宮大原道を進み、修学院の方へ出て、下がり松に至るという道取りが、その第二。もう一つは、今彼の立っているところから、東へまっすぐに、志賀山越えの裏街道を通り、白川の上流から、雨竜山のふもとを歩いて、薬師堂のあたりからそこへ行き着くという道も選べる。そのいずれから行くも、下がり松の追い分けは、ちょうど谷川の合流点のような場所に当たっているので、距離にしてもそう大差はない。だが、これをまさにこれから、そこに群衆している大軍にぶつかっていこうとする貨幣にも似ている武蔵の身にとると、兵法から見ると大差がある。生涯のこと、ここの一歩から分かれ目を持つことになる。道は三つ。どう行こうか。当然武蔵はそこで慎重に考えそうなものであったが、ひらりとやがて身軽に動き出した彼の影には、そんな重苦しげな迷いの影はついていない。ひら、ひら、ひらと、この間や小川や崖や畑を飛ぶように越えて、月の下を見えつ隠れつ足早に行きたい方へ歩いている。では三日のうち、いずれを選んだかというと、彼の足は一乗寺方面とは反対な方角へ向いていた。三つの道のいずれも選ばなかったのである。その辺はまだ里ではあったが、狭い小道を通ったり畑を横切ったりして、一体どこを目指して歩いて行くのかちょっと気が知れない。何のためか。わざわざ神楽ヶ丘の裾を越え、御一条邸の三ささぎの裏へ出る。この辺、深い竹やぶだった。竹の密林を抜けると、もう三基のある川が月光を裂いて里へ走っている。大文字山の北の方が、もう彼の上へのしかかってくるように近かった。黙々と武蔵は山懐の闇へ向かって登っていく。今通ってきた右側の木立の奥に見えた追字と屋根が東山殿の銀閣寺であったらしい。ふと振り返ると、そこの泉が夏目型の鏡のように眼の下に見えたのである。さらにもう一息。山道を登っていくと、東山殿の泉はあまりに近すぎて、足元の木陰に隠れ、鴨川の白いうねりがずっと眼の下へ寄っている。下行から上行まで、両手を広げて抱えきれるような展望だった。ここからははるかに一乗寺下がり松は、あのあたりと指さして、ほぼ遠く察することもできる。大文字山、志賀山、雨竜山、一乗寺山と、36方の中腹を横に張って、永山の方へ進めば、ここからそう時を費やさずに、目的の一乗寺下がり松のちょうど真後ろへ山の上から望むこともできるのだ。武蔵の考えは、その戦法はもう徳から胸に決まっていたものらしい。彼は桶狭間の信長に思い合わせ、鵯越えの故地に倣って
あの当然に選ばなければならないはずの三道のいずれをも捨てて、まるで方角違いな、歩くにも難儀なこの山道の中腹まで登ってきたに違いない。いや、お武家、こんなところで人声は思いがけなかった。不意に道の上から人の足音がしたと思うと、彼の前に狩り犬の裾をくくり上げて手に松明を持った公家屋敷の奉公人らしい男が立って、武蔵の顔をいぶすように松明の火を突き出した。三、公家侍の顔は自分の持ち歩いている松明のゆえんで、鼻の穴まで黒くすすけていい。狩り犬も夜露や泥でひどく汚れている。いや、と行き合った最初に何か驚いたような声を出したので、不審に思って武蔵がじっとその顔を凝視すると、急に少し恐れを抱いたように、あなた様は、とひどく低く頭を下げ、もしや、宮本武蔵殿と仰せられはいたしませぬか、と問う。武蔵の眼がギラッと松明の赤い光の中に光った。当然な警戒だったのは言うまでもない。宮本様でございましょうな。重ねてその男は尋ねたが、怖いのだ。武蔵の黙っている形相のうちには、人間の中では滅多に見つけないものがあったに決まっているから、そう聞きながらも男の体は浮き腰になっていた。誰だ、御身は。はい。何者だ。はい。カラスマル家の者にござりますが。何、カラスマル家の。わしは武蔵だが、カラスマル家のご家来が今頃こんな山路へ何しに。あ、では、やはり宮本殿でござりますな。言うとその男は後も見ずに山を駆け下ってしまった。松明の火が赤い尾を引いて見る間にふもとへ沈んでいった。武蔵は何かはっと思い当たったように、足を早め出して山伝いに志賀山街道を横切り、どこまでも山の原を横へ横へと急いで行った。一方、慌て者の松明は一目散に金閣寺の脇まで駆け下りてきた。そして片手を口にかざして、おーい、蔵殿、蔵殿、と同僚の名を呼ばわっていると、その同僚とは違うが、やはりカラスマル家のうちに、ここ長らく泊まっている上太郎少年が、なんだい、おじさん、と二丁も先の西宝寺門前あたりから遠く返事が聞こえてくる。上太郎か。そうだい。早く来い。するとまた遠くから、行かれないよ。お通さんが、ここまでやっと来たけれど、もう歩けないって、ここへ倒れちまったから、行かれないよ。カラスマル家の奉公人は、チェ、舌打ちを漏らしたが、前よりも高い声を張り上げて、早く来ないと、武蔵殿が、もう遠くへ行ってしまうぞ。早く来い。たった今そこで、武蔵殿をわしが見つけた。すると今度は返事がしてこないのである。と思ううちにあなたから二つの人影が寄れ合うように一つになって急いでくる。病人のお通を助けてくる上太郎であった。おお、松明を振って男は早くとせき立ててみせる。痛ましや、そうでなくてさえ、あえいあえいかけてくる病人の息は遠くから聞こえるほどだった。近づくほどに、お通の顔は月よりも血の気がないものに見えた。
痩せ細った手足に旅装いをつけているのがあまりにも無理に見える。しかし、松明のそばまで来ると、その頬は急に赤くなっていた。本当ですか？今おっしゃったのは。本当だとも。たった今だ。と力を込めて話し、早く追って行けば会える。早く行け。早く。丈太郎はまごまごして、どっちへさ、どっちへさ。ただ早く行けじゃわからないじゃないか。病人と慌て者の間に立って、一人で癇癪を起こしてしまう。四。おつうの体があれから急に良くなっているというわけはないから、おつうがここまで歩いてきたのは、よくよく悲壮な覚悟でなければなるまい。おそらく、いつぞやの晩、館の病塾に入ってから、丈太郎に詳しい話を聞き、武蔵様が死を決しておいでになるなら、私も病を養って、こうして生きながらえる甲斐もないと言い出したことから始まり、やがてはまた死ぬ前に一目でもという、病人の一念になって、それまで水手ぬぐいを当てていたつむりの髪を結び、病辱にいたわっていた痩せた足にわらじをつけ、誰が止めようと意見しようと耳を貸さず、とうとうカラスマル家の門からよろばい出たものではあるまいか。さて、そうまでの一心を見ては、止め立てしたカラスマル家の人々も捨ててはおけぬしと、後を限り、この病人の、ことによったら、この世の中の最後の望みになるかもしれん希望を遂げさせてやりたいと、ともども気をもんだり騒いだりしたであろうことも想像がつく。あるいは光弘卿の耳へも入って、この儚き恋愛の末語に対してよそながら親方の指図があったものかとも思われる。とにかく彼女の弱い足取りを持って、この銀閣寺下の仏願寺の門前へかかるまでには、カラスマル家のおうち人たちが、およそ武蔵の影の差しそうな方角へは、八方に手分けをして尋ね求めていたらしいのである。果たし合いの場所は、一乗寺とだけわかって、広い一乗寺村のどの辺かは明白でない。それにまた、武蔵が果たし合いの場所に立ってしまってからでは、追いつかないことなので、探す方も、おそらく一乗寺方面へ通う道には、皆一人か二人ずつ奔走して、足をすりこぎにしていたものであろう。しかし、その甲斐はあって、武蔵は見つかったのであるから、あとは、風邪の者の力よりは、お通の一心の遺憾によるほかはない。たった今、如意ヶ岳の中途から、志賀山越えを横切って、北の沢へ降りて行ったという。それだけを聞けば、彼女ももうその先まで他人の力を頼ってはいなかった。大丈夫？お通さん、大丈夫かい？そばについてハラハラしていく丈太郎とも、口を聞かない。いや、聞けないのである。死を覚悟して無理無体に歩ませてゆく病苦であった。口は乾いてしまう。鼻腔は荒い息に疲れる。そして、蒼白な額に髪の根から冷たい汗さえ流れていた。お通さん、この道だ。この道から横へ横へと山の腹を縫って行けば、一人でに永山の方へ出てしまう。もう登りはないから楽だよ。どこか少しそこらで休んだらどう？おつうは黙ってかぶりを振った。一本の杖の両端を二人して持ち合いながら、長い人生の間隔をこの一時の道に縮めてしまうような
あえぎと戦いながら、懸命におよそ20丁余りも山ばかり歩いた。お師匠様、武蔵様。時折丈太郎がありったけな声を絞って、行く手の方へ向かってこう呼んでくれるのが、お通にとっては何よりの力だった。だがついにその力も尽きたように、お通は、丈太さん、何か言いかけたと思うと、彼の引っ張っていた杖の先を離して、沢の石ころや草むらの中に、ゆろりと音もなくうつぶしてしまった。削ったように細い両手の指が、口と鼻を押さえたまま、肩で旋律しているので、いや、血でも吐いたんじゃないか。お通さん、お通さん。丈太郎も泣き声出して彼女の薄い胸を抱き起こした。五。かすかにお通は顔を横に振った。血にうつぶしたままにである。どうしたの？どうしたのさ？おろおろと丈太郎は彼女の背中を撫でていたわりながら、苦しいの？そうだ。水かい？お通さん。水が欲しかないかね？お通はうなずいてみせた。待っといで。あたりを見回して、丈太郎は突っ立った。山と山の間のゆるい沢道である。水音は工房の草や木をくぐって、ここにある、ここにあると彼に教えているように聞こえる。だが、そう遠くまでかけなくても、すぐ後ろに草の根や石ころの下から湧いている泉がある。丈太郎はしゃがみ込んで両手に水をすくおうとした。水はよくよく澄んでいて、沢ガニの影も見えるくらいだ。月はもう傾いているので、この水には宿っていなかったが、鮮やかな月の雲は空を仰いで、直に見るよりも水に映っている空の方が一倍美しく見えた。病人にすくって持っていくよりも、丈太郎はふと自分が先に飲みたくなったのであろう。五六歩位置を移して、今度は右輪に膝をつき、アヒルのように水面へ首を伸ばしたが、あ、大きく叫んだまま彼の眼は何者かに吸い付かれ、カッパ頭の毛はそそけだって、じーっと栗の実みたいに五体を固くすくめてしまった。水の向こう岸から五六本の木の影が、しまめのように映っていた。その木の端に人影が見えたのである。水に映っている武蔵の影を彼の眼は見たのである。びっくりしたことはもちろんびっくりしたに違いないが、水面に映っている武蔵の影だけでは、丈太郎はまだ本当に物の現実に向かってびっくりしたのではなかった。不意に、もののけのいたずらが、思い詰めている心の武蔵の影を借りて、さっと通り抜けていったような、そんな驚きであったのである。こわごわと、彼はその驚きの眼を、水面から向こう側の木陰へ上げてみた。今度は本当に、仰天したのだった。武蔵は、そこに立っていた。お師匠様、静かな水面の持っていた月雲の空は途端に真っ黒に乱れ濁ってしまった。水の淵を通って行けばよいのに、丈太郎はいきなり飛び込んで水の中を駆け渡り、バシャバシャと顔まで濡らして武蔵の体へ飛びついて行ったのであった。いた、いた。捕まえたものを引っ立てるように、
武蔵の手を彼は夢中になって引っ張った。待て。武蔵は顔を背けて、ふとまぶたに指を当てながら、危ない、危ない。少し待て、丈太郎。嫌だ、もう離さない。安心せい。お前の声が遥かに聞こえたから待っていたのだ。わしよりも早くお通さんに水を持って行ってやれ。あ、濁ってしまった。向こうにも良い水が流れている。それ、これを持って行け。腰の竹筒を渡してやると、丈太郎は何を思ったか手を引っ込めて、武蔵の顔をじっと見。お塩様、お塩様の手で汲んでいっておやりよ。六。そうか。言いつけに従うように、武蔵は素直にうなずいた。自分で竹筒に水をすくい、お通のそばへ持っていった。そして彼女の背中を抱え、手ずから水を飲ませてやると、丈太郎は、傍らから、お通さん、武蔵様だよ、武蔵様だよ。わかる、わかる、と、ともどもいたわりを込めて言う。お通は、喉へ水を落とすと、幾分か胸が楽になったように、ほっと気のついたように、息をついた。しかし、体は武蔵の手に持たれたまま、うっとりと瞳はまだ遠くを見ていた。おいらじゃないんだぜ。お通さん。お通さんを抱いているのはお塩様なんだよ。丈太郎がそう繰り返すと、お通は遠くを見ている瞳に湯のような涙をいっぱいにたぎらせ、見る間にその目はギヤマン玉の曇りにも似て、やがて頬を下る。二筋の白玉とは振りこぼれると、わかっていますというようにうなずいた。ああ、よかった。丈太郎は無性に嬉しくなってしまい、わけもなく満足して、お通さん、これでいいだろ？もうこれで気が済んだろ？お塩様、お通さんね、あれからどうしてももう一度武蔵様に会うんだと言って、病人のくせに言うこと聞かないんだよ。こんなことたびたびやると死んじまうに決まっているから、お師匠様からよくそう言っておくれよ。おいらの言うことなんか聞かないんだもの。そうか。武蔵は彼女を抱えたまま、みんなわしが悪いのだ。わしの悪いところもわび、またお通さんの悪いところもよく言って、体を丈夫にするように今話すから。丈太郎。何？お前はちょっとしばらくの間どこかへ離れていてくれぬか。丈太郎はそう聞くと、どうしてと口を尖らし、どうしてさ、どうしておいらがここにいちゃいけないのと不平なようでもあり、不審にも考えるらしく、動こうとはしないのであった。武蔵もそれにはふと困ったらしい様子に見えた。すると、お通が頼むように、丈太郎さん、そんなこと言わないで、ちょっとあっちへ行っていてください。ね、御所ですから。武蔵には口を尖らした丈太郎も、お通にそう言われると、理屈も何もなくなって、じゃあ、おいら、仕方がないから、この上に登っているとすら、用が済んだら呼んでおくれ。崖のそま道を見上げて、丈太郎はガサガサとよじ登っていった。ようやく少し元気を回復したらしく、お通は立って鹿のように登っていく丈太郎の影を見送り、丈太さん、丈太さん、そんなに遠くへ行かなくてもいいのですよ。そう言ったが、聞こえたのか聞こえないのか、丈太郎はもう返事もしない。お通もまた何も今
そんな心にもないことを言って、武蔵に背を向けている必要もなかろうに、やはり、丈太郎というものが一枚抜けて二人きりになったと思うと、にわかに胸が詰まって、何から言い出していいのか、急に自分の体が持て余されてくるのであろう。はにかみは、健康な時よりも病んでいる場合の方が、生理的にも強いものかもしれない。七。いや、周知はお通ばかりではない。武蔵も横を向いていた。一方は背を向けてうつむき、一方は横を向いて空を仰いだまま、これが幾年も幾年も、会わんとしては会いがたかった二人のたまたま許された一時の寄り添いだった。どう言おう。武蔵にはその言葉が見つからない。どんな言葉を持って言っても自分の心を表すには足りないからであった。すさび吹く千年杉の真っ暗な一夜、あの夜明けからのことを武蔵は瞬間に胸に描くことができる。目には見てこなかったが、それからの五年余りの彼女の歩いてきた道を、また一途に通してきた清純な気持ちを武蔵は決して受け取っていないのではない。感じていないわけではない。多岐な複雑な彼女の生活と身に燃え表された純愛の炎と、推しのように無表情で灰のように冷たく人には見せてきた自分の情熱の渦み火と、いずれが強く、いずれが苦しかったかといえば、武蔵は一人心の内で、俺こそといつも思う。今もまた、そう思うのだった。だが、そういう我がことよりも、いやまして、このお通のいじらしく、そして不憫でならないと思われるのは、男でさえ、片荷には重すぎる悩みを、女の身で生活に勝ちつつ、恋一つを命として追い通してきた、その強さとけなげさにある。もう一時の間だ。武蔵は月の位置を見ている。自分の生きている間の時間を思わずにいられない。月はもう残月となっていた。いつの間にか、ずっと西に傾いて、光も白っぽく、夜明けはやがて近いのである。その月とともに、死の山へ落ちてゆく寸前の自分である。今こそお通に向かって、たった一言でも真実を言いたい。またそれが、この人に対して報ゆる最大な良心でもあるし、と武蔵は思う。真実。しかし、言えないのだった。胸にはいっぱいに持っている真実が、その真実を言おうとするほど、口には出てこないで、いたずらに、ただ、空を見、あらぬ方を見てしまう。同じように、お通もただ、地を見つめて、地に涙を注いでいるしかなかった。ここへ来るまでには、彼女の胸にも、七道伽藍も焼き包んでしまうような恋以外には、真理も神仏も利害もない。また、男の世界でいう意地も外聞もない。ただ恋のみの熱情があったのである。その熱情をもって武蔵を動かし、その涙をもって二人きりで、浮世の外に住むこともできないことはないと、信念していたのであった。けれど、会ってみると、何も言えない彼女だった。そんな熾烈な望みはおろか、会わない間の辛さ、セロに迷う身の悲しさ、武蔵の釣れないこと、何一つとして言えないのだった。
胸先まで突き上げてくるそれらの感情をふと思い切って言おうとすれば、ただ唇がわな泣いてしまうだけで、余計に胸は詰まり、涙は目を塞いで、もし武蔵もそこにいない桜月夜の下でもあるならば、わーっと大声あげて赤子のように泣きまろび、せめてこの世にいない母にでも訴える気持ちで心の隅まで泣き明かしていたいと思うほどだった。どうしたものだろう。おつうも言わず、武蔵も言わず、こうしている間に時刻はいたずらに過ぎてしまう。はや暁に近いせいか、間の抜けた泣き声をこぼして帰る狩りが六七は山の背を越えていった。八。狩りが、武蔵はつぶやいた。この場合にそぐわない、取ってつけたような、と知りながら、お通さん、帰る狩りが泣いてゆくなあ、と言った。それをしように、武蔵様、とお通も言った。瞳と瞳が初めてお互いを見合った。秋や春には狩りの渡るふるさとの山が、二人の心に思い出された。あの頃は単純だった。お通がいつも仲良くしていたのはまた八で、武蔵は乱暴だから嫌いだと言っていた。武蔵が悪たれを言うと、お通も負けないで罵った。そうした幼い頃の七宝寺の山がまぶたに見える。吉野川の河原が思い出される。しかし、そんなつい奥にふけっていると、またいたずらにこの二度とないこの世での尊い瞬間を沈黙のうちに過ごしてしまいそうなので、武蔵からやがてまた言った。お通さん、そなたは今体が悪いということだが、体はどうだね。何でもありません。もう良い方なのか。それよりもあなたはこれから一乗寺の後とやらで死ぬお覚悟でございましょう。あなたが霧地に遊ばしたら私も生きていないつもりです。そのせいか体の悪いことなど忘れたように何ともございません。武蔵はそういうお通の顔のさえを見て自分の覚悟のほどが未だこの一女性にすら及ばない心地がした。今の腹を据えるまでには、散々生死の問題に苦悩したり、日常の修行だの、侍としての鍛錬だのを積んできて、やっとこの覚悟になりうるまでになってきたと思うのである。だのに、女はそういう鍛錬も苦悩も経ずに、いきなり何らの惑いもなく、私も生きていないつもりですと、涼やかに言う。武蔵がじっとその目を見ているに、彼女の言葉が決して一時の興奮や嘘でないことはわかる。むしろ楽しんで自分の死について共に死のうとしている気持ちすら輝いている。どんな覚悟の良い侍でも及ばないほど静かな瞳で死を見ているのである。武蔵は恥じ、かつ疑った。どうして女はこうなれるのであろうか。同時に彼は当惑と、そして彼女の一生のために恐れて自分までが乱れた。バカな。突然、彼は自分の口から吐いた自分の声に驚いたほど、激烈な感情の上に自分を乗せていっていた。わしの死には意義があるのだ。剣に生きる人間が、剣で死ぬのは本望であるばかりでなく、乱脈な侍道のために、進んで卑怯な敵を迎えて死ぬのだ。その後から、
そなたが共に死ぬ。その気持ちは嬉しいが、それが何の役に立とうか。虫のように哀れに生きて、虫のように儚く死んでどうするのか。見れば、お通は再び大地に伏して泣いている様子なので、武蔵は自分の言葉のあまりに激しすぎていたのに気づき、膝を折って声を落とし、だが、お通さん、考えてみると、わしは知らず知らず、そなたに嘘をついてきた。千年過ぎの時から、花田橋の時から、欺く気持ちではなくても、形はそうなってきてしまった。そして、ひどい、冷たい様を装ってきた。私はもう、一時後には死ぬ身だ。お通さん、今言う言葉は嘘ではない。わしは、そなたが好きだ。一日でも思わぬ日のなかったほど好きだった。何もかも捨てて、共に暮らして終わりたいと、どれほど思い悩んだか知れない。そなた以上好きな、剣というものが、なかったら。九。言葉を休めて、お通さん、と、さらに言葉に力を込め直して、武蔵はなお言った。いつも無口で無表情な彼が、珍しく感情の中に没し切って、とりまさに死なんとするやだ。まさに死なんとしているこの武蔵だ。お通さん、わしの今言う言葉には、みじん嘘もてらいもないことを信じてくれ。恥も見えもなく、わしは言う。今日までお通さんのことを思うと、昼もうつつな日があった。夜も寝苦しくて熱い熱い夢ばかりに悩まされ、気の狂いそうな晩もあった。お寺に寝ても、野に伏しても、お通さんの夢はつきまとい、しまいには、薄いわら布団を、お通さんのつもりで、抱きしめて、はがみをして、夜を明かした晩すらある。それほど、わしはお通さんに囚われていた。無性にお通さんには恋していた。けれど、そんな時でも、人知れず剣を抜いて見ていると、狂おしい血も水のように澄んでしまい、お通さんの影も霧のようにわしの脳裏から薄れてしまう。お通は何か言おうとした。鶴草の白い花みたいに嗚咽していた表を上げたが、武蔵の顔が、恐ろしいほど真面目な熱情にこわばっているのを見ると、行き詰まって、再び地へ顔を打ち伏せてしまった。そしてまた、わしは剣の道へ身も心も打ち込んでいったのだ。お通さん、この境が武蔵の本心だった。つまり、蓮母と精進の道の二筋に足掛けて、迷いに迷い、悩みに悩みながら、今日までどうやら剣の方へ身を引きずってきた武蔵だった。だからわしは誰より自分をよく知っている。わしは偉い男でも天才でも何でもない。ただ、お通さんよりも剣の方が少し好きなのだ。恋には死にきれないが、剣の道にはいつ死んでもいい気がするだけなのだ。何もかも正直に少しの嘘もなく、武蔵は自分の本心を心の奥底まで今こそ言ってしまおうとするのであったが、いたずらに言葉の美色と感情の震えのみが勝ってしまって、まだまだ正直に言い切れないものが、胸に仕えているようでならなかった。だから、人は知らないが、お通さん、武蔵という男は、そんな男なのだ。もっと露骨に言えば、そなたのことを考え出して、ふと囚われているときは、五体も焼かれる気がするが、心が剣の道に覚めると、お通さんのことなんか、
頭の隅へすぐ片付いてしまう。いや、心の隅にもなくなってしまう。この体、この心のどこを探したって、お通さんの存在などは消し粒ほどでもなくなってしまうのだ。またその時が、武蔵は一番楽しくて生きがいのある男となって歩いていたのだ。わかったろう、お通さん。そういうわしに向かって、お通さんは心も体もすべてを落として今日まで一人で苦しんできている。すまないと心では思ってもどうしようもない。それが自分なのだから。不意にお通の細い手は武蔵のたくましい手首をつかんだ。もう目は泣いていなかった。知ってます。そんなことぐらい。そういうあなたであるぐらいなこと、知らないで恋をしては参りません。さすれば、わしが言うまでもなく、この武蔵と共に死のうなどという考えはつまらぬこととわかっておろうが。わしという人間は、こうしているわずかな一時こそ、何も思わず、そなたに心も身も与えているが、一歩分かれてそなたのそばを離れれば、そなたのことなど、遅れ毛一筋ほどにも心にかけていない人間。そういう男にすがって男の死を追って、鈴虫のように死んではつまらぬことではないか。女には女の生きる道がある。女の生きがいは他にもある。お通さん、これがお別れのわしの言葉だ。では、もう時刻もないから。武蔵は彼女の手をそっと解いて立ち上がった。解かれた手はまたすぐそのたもとを追って、武蔵様、待って、と固くすがった。さっきから彼女にも、言いたいものが胸いっぱいに仕えていた。武蔵が虫のように生きて虫のように死ぬ女の恋には死の意義がないと言った言葉や、一歩お前から離れればわしはお前のことなど頭の隅にも置いていない男だと言ったような言葉にも、お通は決してそんな風に武蔵を見て吐き違えた恋をしているのではないことを言いたかったが、何としてももう二度と会えなくなるのだと思う差し迫った感情に勝てなかった。それ以外の何も言えなかったと理性することもできなかった。で今、待ってと言ってたもとを引き止めたものの、やはりお通も不可抗力なもので、ただ天然と泣くだけの女性をしか示すことができなかったのである。しかし、言おうとすることの言えない弱さの美しさ、単純なる複雑さに対して、武蔵も乱れずにいられなかった。彼の恐れている自分の性格の中の最も大きな弱点が、今、嵐の中の根の弱い木みたいに揺すぶられていた。ともすれば、ここまで持ち続けてきた道への節操も、地崩れのように彼女の涙とともに泥になってなだれてしまいそうな気持ちがする。その気持ちを彼は恐怖する。わかったか。武蔵がただ言う言葉のためにそう言うと、わかりました。お通はかすかに、けれど、私はやはり、あなたがお死人になれば、後から死にます。男のあなたが喜んで死ぬ以上に、女の私にも死の意味が抱いていかれるのでございます。決して虫のように、また一時の悲しみに、溺れて死ぬのではございません。ですから、それだけはお通の心に任せておいてくださいませ。乱れずに言った。
そしてもう一言。あなたは私のようなものでも、心の内だけでも、妻として許してくださいますでしょうね。もう、それだけで私はすべての望みが満ち足りました。この気持ち、大きな喜び、それは私だけの持っていられる幸福です。あなたは私を不幸にしたくないからとおっしゃいましたが、私は決して不幸に敗れて死ぬのではございません。私を見る世の中の人たちが、皆私を不幸だと言っても、私自身はちっともそんな不幸ではないのでございます。むしろ、ああ、なんと言っていいだろう。死の夜明けが楽しみで待ち遠で、朝の小鳥の音の中に死んでゆくにが、花嫁のようにいそいそ待たれてなりません。長くものを言うと、息が切れるのであろう。彼女は自分の胸を抱きしめて、そして夢見るように幸福な眼をあげた。のこんの月はまだしらじらとしていて、少し木々に霧は立ち染めたが、夜明けにはまだ間があった。すると、ふと彼女の瞳を上げた崖の上の方で、キャー！突然、木々の眠りを覚ましてかける化粧のように、一声女の鋭い悲鳴がつんざいた。確かに、女の絶叫だった。さっき丈太郎が、その崖の道を上へ登っていったはずではあるが、その丈太郎の声では、決してなかった。11。ただごととも思われない。誰の叫びか、また何事が起こったのか。我を呼び覚まされたように、お通は目をやって、霧のかかっている峰の頂を仰いでいたが、その潮に武蔵は、つと彼女のそばを離れ、おさらばとも言わず、彼方の七へ刺してゆく足を大股に急ぎかけていた。あ、もう。お通が十歩追うと、武蔵も十歩かけて、そして振り返った。お通さん、よくわかった。だが、犬死に押してはならないぞ。不幸に追い詰められて、死の谷間へ滑り落ちてゆくような、弱い死に方をしてはならないぞ。もう一度その体を健康に戻してから、健康な心でよく考えてみるといい。わしだって、これから無駄に命を捨てに急ぐわけじゃない。永遠の生をつかむために、一時死の形を取るだけのことだ。わしの後について死んでくれるよりは、お通さん、生き残って、長い目で見ていてくれ。武蔵の体は土になっても、武蔵はきっと生きているから。言い続けた息のまま、武蔵はもう一言。いいか、お通さん。わしの後についてくるつもりで、見当違いな方へ一人で行ってしまうなよ。わしの死んだという形を見て、武蔵をメイドに探しても、武蔵はメイドには行っていない。武蔵がいるところは、百年後でも千年後でも、この国の人間の中だ。この国の剣の中だ。他にはいない。言い捨てると、もう、お通の次の言葉が届かない方まで、彼の姿は遠ざかっていた。呆然と、お通は残っていた。遠く去ってゆく武蔵の影は、自分の胸から抜け出した自分自体であるような心地だった。別れという悲しみは二人のものの離散から生じる感情なので、お通の今の気持ちには別れの悲しみというような、そんな別々な意識の悲しみは持てなかった。ただ、大きな生死の波に持っていかれようとしている、かのみこのみの、
一つ魂にふと旋律の眼を塞ぐだけだった。ザザザザと、その時崖の上から土ころが彼女の足元まで崩れてきた。すると、その土音を追いかけるように、わーっと丈太郎が木や草をかき分けて飛び降りてきた。まあ、お通でさえぎょっとした。なぜならば、丈太郎少年は奈良の関税の御家からもらった鬼女の笑い面を今度は烏丸家へ帰らないものと思って大事に懐へ所持して出かけてきたらしく、見ると今その面を顔にかぶって、ああ、驚いた、と不意に目の前へ立って両手を上げたからである。何です、丈太さん。お通が問うと、なんだか、おいらも知らないけど、お通さんにも聞こえたろ？キャーって言った女の声がさ。丈太さんは、それをかぶってどこにいたの？この崖をずっと登っていったら、そこにもこのくらいな道があってね。その道のもっと上の方に、ちょうど座りいい大きな岩があったから、そこに腰掛けて、ポカンと、お月様の落ちてゆくのを見ていたのさ。それをかぶって。うん。なぜって言えば、そこいらでやたらに狐が鳴いたり、タヌキだかムジナだか知れない奴がごそごそするから、面をかぶって威張っていたら、寄りつけまいと思ったからさ。するとね、どこかで不意に、キャーっていう声がしたんだ。なんだろう、あの声は。まるで針の山から来た小玉みたいな声だったぜ。